加藤義隆は、日本の元プロボクサー。茨城県日立市出身。第45代アップ部不登用、太平洋ライト級王者。第57代日本ライト級王者。角蛇宝石ボクシングジム所属。茨城県立大田第一高等学校卒業。加藤義隆、第57代日本ライト級王者。第45代アップ部不東洋太平洋ライト級王者第5 7代日本ライト級王者角美宝石ボクシングジム所属茨城県立大田第一高等学校卒業加藤義隆第5 7代日本ライト級王者第4 5代アップ部不東洋太平洋ライト級 王者ボクシングに幼少時から興味を持ち、足腰の鍛錬のために、高校ではラグビーに打ち込む。その後上京し、プロボクサーとなる。2004年6月23日、後楽園ホールの関安氏との4回戦で、4回判定勝ちを収めた。2004年12月18日、後楽園ホールで行われた、同じジムの世界チャンピオンイーグル共和の WBC。 世界ミニマム級タイトル防衛戦の前座に出場し、中村昭弘と4回引き分けに終わった。2005年11月3日、この年4戦4勝2個で、後楽園ホールで行われた東日本新人王決定戦に進出。荒川人々に6回1-2の判定負けを喫し、2006年9月16日、2戦2勝で、 初の8回戦になったが8回2から0で判定勝。2007年10月8日、2002勝で日本ライト級6位の三垣隆二との試合。この試合は6月に一度決定していたが、三垣の右拳骨折の手術で延期されていた。8回0から3の判定負けを喫した。2008年4月20日、初の後楽園、ホール以外での試合となる地元。 日立市民運動公園中央体育館で、2008年6月2日、メインイベントで、前年の B 級トーナメント優勝者篠崎聖志郎を6回、TKO 勝ちを収めた。2009年12月19日、日本ライト級王者、近藤昭弘に、日本同級1位として挑戦。3回にダウンを奪われるも、その後も追い、10回1から2判定負けを喫し王座獲得に、 失敗した。2010年4月12日、日本ライト級9位の大村荒野と再起戦。初回にダウンを奪いリードを奪うも、3回に大村の打撃により、左岸家庭骨折で初の TKO 負けを喫した。同年4月15日に、あばら軟骨を移植する5時間半の再建手術を受けた。2010年10月16日、骨折からの復帰戦。 ランキングを9位まで落としたが、佐藤豊を8回判定勝ちを収めた。2011年7月20日、メインイベントに日本ライト9合位として、同級7位の丸山信夫と対戦。3月に当初予定していた試合は、東日本大震災により5月に延期となり、5月に予定していた試合では、対戦相手の田川智久が、肺の疾患と二度試合が流れ、間が空いてしまったが、 3から0判定勝ちを収め2位にランキングを上げる。2011年10月4日、荒川が返上し空位の日本ライト級王座決定戦で同級1位として同2位の稲垣隆史と争う。12回3から0の判定で悲願の王座獲得に成功した。同日はダブルタイトルマッチとしてアプブフ東洋太平洋ライト級王座決定戦も行われ、荒川がこれを獲得した。 2012年3月6日、元日本ライト級王者で、同級1位の近藤明弘と対戦し、10回2から1の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2012年7月25日、日本ライト級10位の小池光太と対戦し、2012年11月9日、日本ライト級1位の川瀬昌司と対戦し、5回2分53秒、 TKO 勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2013年2月25日、日本ライト級1位の鈴木雄平と対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め4度目の防衛に成功した。2013年5月4日、後楽園ホールで荒川人事の王座返上に伴い空位のアップブフ、東洋太平洋ライト級王座決定戦で、 WBC 世界ライト級14位の佐々木元希と対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め、日本王座は5度目の防衛、アプブフ王座獲得に成功した。2013年10月5日、後楽園ホールで、アプブフ東洋太平洋ライト級1位のレイラバオと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。 2014年1月11日、後楽園ホールにて、アプブフ東洋太平洋ライト級6位の中谷、正義と対戦し、12回0から2の判定負きを喫し2度目の防衛に失敗し、王座から陥落した。2014年4月30日、後楽園ホールで、日本ライト級1位の鈴木雄平と1年に、か月ぶりに再戦し、7回53秒、TKO 価値を収め、 日本王座の6度目の防衛に成功するとともに、再起に成功した。2014年7月23日、後楽園ホールで、日本ライト級7位の斉藤司と対戦し、8回1分13秒、TKO 価値を収め、日本王座の7度目の防衛に成功した。またこの試合で、東日本ボクシング協会月間賞、選考委員会が選出する、 月刊賞の2014年7月度の月刊、最優秀選手賞に選ばれた。2014年12月6日、コーラ、またこの試合で、東日本ボクシング協会月刊賞、選考委員会が選出する、月刊賞の2014年12月度の月刊、最優秀選手賞に選ばれた。2014年12月18日、WBC は最新ランキングを発表し、加藤は、 WBC 世界ライト級14位にランクインした。2015年1月7日、世界挑戦の準備に専念するため、日本ライト級王座を返上した。2015年10月12日、後楽園ホールで、原田門子とライト級8回戦を行い、0から3の。2015年11月14日、WBO は最新ランキングを発表し、加藤を WBO 世界ライト級十5位にランクインした。2016年2月5日、ジャカルタのバライサルビニコンベンションホールで、WBO アジア太平洋ライト級王者のダウド・ヨルダンと対戦し、9回0から3の負傷判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2016年6月20日、後楽園ホールで、 WBA 世界ライト級10位のブランドンをニルビエとライト級10回戦を行い、1から0の判定で引き分けた。2016年8月25日、JBC は最新ランキングを発表し、加藤を日本ライト級5位にランクインした。2016年12月6日、後楽園ホールで行われた、角エビボクシングでレオナルド・ドロニオとライト級10回戦を行い、10回2から1の 判定勝ちを収めた。2017年4月13日、後楽園ホールで行われたダイヤモンドグローブで吉野周一郎とライト級8回戦を行い、8回0から3の判定負けを喫した。2017年11月4日、後楽園ホールで行われたダイナミックグローブで引退式を行い、加藤が家族と共にリングインし、高卒でボクシングを始めて、 遅いスタートだったが、ここまで来れたのは会長をはじめ応援してくれた皆さんのおかげ。本当にありがとうございましたとファンに挨拶すると、赤別の15分が鳴らされた。30勝8敗2分の戦績を残し現役を引退した。ありがとうございます。